チキラジオのワープです。宮本です。よろしくお願いします。今日はサウナについてちょっと喋ってみようかなと。あ、いいですね。整いました。サウナ、まあサウナ、まあ動画も出してるしね、俺は。そんなに伸びてないけど、跳ねてないけど。サウナめちゃめちゃ好きで。お前もまあ行くだろ。俺も行くよ。でも整わないんだろ。全然整わない。一回もないね、整ったこと。なぜだ。全然整わない。ねずっちのように全く整わない。健康すぎると整わないかもしれないね。うん。なかなか整わないですね。まあでもその茶道、ドラマの茶道でもさ、まあ整うっていうのはもう余韻だと。別に整わなくても余韻に浸ることは整いっていう名言もある方。だからもう整い椅子でさ、寝そべってるだけでもそれだけで整ってると。あ、いいと。サウナの中で寝ちゃったことがあってさ、やぶねえな。一段落ちたことがあるよ。下ダン下ダンダンってガン。もうその時はね、すぐ出たね。こら死ぬわと思って。まあでもとにかくね、まあサウナの温度と水風呂の温度、これが重要なんだよな。まああんまり冷たい水風呂に入れないからね、俺ね。ダメだな。時としてはその腰までっていう時あるよ、冷たすぎる時は。腰？あ、胸までいかない。そうそう、一段高いところにちょっと腰掛けて終わるみたいな時ある。そうか。暑さは耐えれるんだよ。寒さが耐えられない。だからまあ、だからめちゃめちゃ暑いところ、お前が行ってるところはね、ちょっとねダメだな。ぬるいか。ぬるい。まだし、なんか湿度もないんだよ。汗もそんな出ないんだよ。出る出る、すげー出るよ。じゃあまず基本形からいこう。まず風呂へ入るね。まあ体流してから風呂へ入る。入る。まあ温めるね、結構体をね。一分ぐらい、俺一分ぐらいしか入らんけど。風呂へ。ダメダメ。ちゃんと温まる。そこ違うのか。俺本当に汗を流す程度にしか入らないよ。ちゃんと、そ、すぐサウナ行くと。すぐ行く、すぐ行く。だから体洗ってさ、全部洗うでしょ。頭も全部洗って、で風呂で1分ぐらい入ってん、じゃあ行くかと、出陣するかと。いや、ちゃんと温まって、汗出るぐらいまで。なんなら2個ぐらい入ってもいいよ。そのバイブラの風呂とかあるだろ。バイブラと普通の温泉とかさ、露天と内風呂とかさ。俺もう1分ぐらいで本当に。いや、体が温まってねえ時にさ、サウナ入るとさ、あの、ただストーブに当たってるだけなのよ。整わないじゃなくて、体を温めるだけみたいな感じになってる。それじゃ整わない。じゃあダメだ、そっから違ってたんだ。まずはちょっと体を、もう、血行良くする。で、5分ぐらい入ってもいいんだ。いいよ、いいよ。全然ダメだわ。か、まあ、軽くシャワー浴びて体を拭くね。あ、ちゃんと拭くの？ちゃんと拭く。体が濡れてたら、まあ、いい汗で出ないよ。俺でもちょっと軽く濡れたまんまでいくよ。ダメダメ。ダメ。ちゃんと拭いて、体を。きっちり拭いてから入る。で、まあ、やっぱり上段が一番熱いわけね。上段に行くよ、俺は。上段に行って、ここでね、まあ、多分みんなし、まあ、サウナだと知ってるかもしれないけど、なんかね、熱い、足が熱いポイントってあるじゃん。足がなんか敷いてあるところだと熱くなくて、床直だと熱い場合もある。剥き出しだからね。木が剥き出しだ、俺にっていうところは。それがいいのよ。俺あぐらかいてるけど、いつも。あ、ダメダメダメ、あぐらダメ。なんか足の先までの体温が一緒になった方がいいっていうのがあったからさ、あぐらかいてるんだけど。いや、足を温めるとめちゃめちゃ熱くなる、汗出るから、だから熱い木の上にさ、足を乗っけるわけよ。ほんでそれも慣れてくるのよ。そしたらまた違う位置に足をやって、また熱々のとこで。そうそう、そうすればまたどんどん熱くなるから、どんどん汗でかくから。何分ぐらい入んの？まあでも俺7分ぐらいかな。俺もっと入ってるよだからそれはアベレアドバンテージがあるから、ああそっかそっか、風呂へ入らない、ね、なるほどなるほど。体をストーブ当たってる感じだから。でも10分以上は入るようにしてるよね。どっちがいいんだろうな。
体温めてる方がいいような気がするんだよな。そうだな、一回も整ってないからな俺もな。それをやってほしいね、一回、うん、その、うん、そしてまあ体流してね、出たら出たらまず流すの、流して水風呂に入る、うんうん、まあ1分ぐらい入るな俺。もっと入ってるな俺。ああそう、うん、1分ぐらい入る、2、3分、まあ、3分、4分さ、嘘つけ、結構入るよお前のとこぬるいんだよな。あれでもぬるいのか、あれだろ、 S 湯だろ、 S 湯、 S 湯、あそこぬるいんだよな、あそこの水風呂。そう、結構あれでも冷たいよ。18、17、16、20度超えたらもうぬるいね。入れんよ、17度なんて。ほんとに。ただね、この水風呂が冷たすぎて、うん、でサウナがぬるいところも最悪だね、ただ風邪ひくだけっていう。あ、なるほどなるほど。カウンターなのよ。何でしょう、カウンター。うん。でもなんかさ、あのサウナ行きたいっていうサイトあるじゃん。知らん知らん知らん、あるじゃんって。もうさ、もうそれがさ、みんな知ってるかのようにやめてくれる、ヤフーあるでしょみたいな。めちゃめちゃレビューも多くて、うん、一番情報サイトね、うん、サウナの、うんうん、やべえところにはさ、なんかやっぱ地元のやべえおっちゃんとかがいてさ、うん、めちゃ文句言うやついるから気をつけた方がいいね。何の牛みたいなやついるの、汗がかかったなんてイチャモンつけてくる。キチガイじゃねえか。キチガイいるからさそういうのは気をつけた方がいいな。汗がかかった、うん、当たり屋じゃないか俺でもあんまり文句言われたことねえな。一回もねえよ俺。一回はある、スパラ、スパランドみたいなところで、うん、なんかシャワーがかかったなんつってさ、うん、下打ちされた感じかな。他はないね俺ね。その整い室でシャワーがかかっても別にどっちでもいいやと思ってる。整い室で寝ちゃうこともあるよ。それはいいんだ。それはいいよ、それ余韻だと、うん、それがもう整いだよ。あ、そういうことか。さすが資格持ってるだけあるな金で買った資格な。あれな、いくらだっけ、5,000〜6,000したのでも、ね、いいな。でもあの市川刺身も持ってるわ、どそいつドイツの。あ、持ってる持ってる。あ、じゃあマナも持ってるわ。余裕なんつってな。マナちゃんね。誰マナちゃんって。ムチムチサウナってやってんだよ、俺が好きなグラドル。あ、この俺金髪にしてたらちょっと、まあ、言ってたな、ちょっと回復なくなっちゃったよ。着エロだろ。着エロじゃねえよ着エロ、まあ、ほぼ着エロだよ。お前に教えてもらった着エロ AV 行っとうか。まだだ。まだか。琴井でしょ。わかる。断りそう。そうそうそう。まだ言ってね、あれ結構頑張ってるよ、すごい。あ、そう。ツイッターとかすげえフォローしてるけどさ、頑張ってる。そんなツイッターばっかか、おめえは。そうだよ。俺のツイッターなんか AV 女優と着エロと、そんなばっかなんだから。激ヤバだな。だからその AV 女優から DM が来ると、本当に嬉しいね。めちゃくちゃ嬉しいもん。俺がさ、やっぱ、東京遠征行こうと思ったのよ。うん、東京の方に。うん、そしたらコロナがどうとかこうとかなんつってさ、サウナの旅行こうと思ってたんだけどな。東京にもいいサウナある。ある、いっぱいある。東京の方がいっぱいあるね。高いし混んでるだろうけど、池袋のカルマルってところなんだけどさ、うん、そこがすごそうなのよ。サウナの種類も多いし水風呂の種類も多いっていう。どういうこと？もう全然素人からすればわからないんだよ。サウナの種類が多い。サウナの種類が多い。そして水風呂も一つじゃない。それがもういいよね。温度ってこと？温、何、どういう種類であるのか言ってみんとわかんないけどさ、うん、まあ刺身も勧めてくれてたしさ。へえ。行きたかったんだけどな。行けるだろう、大丈夫でしょ。行けるかな。行ける行ける。ついでにあのデッドボールって風俗行こうかなと思ってんだけど。行け行け、全員歯がねえやつ出てくるじゃん。完全に病気もしてる。あれ行こうかと思ったけど、やっぱり怖いよね。いや怖いよ。だってさ、ハズレが分かってるわけでしょ。うん、いやー、ほんと怖い。こんな怖いことないよな。俺がよく言う 6C0 だよ。6C0 だよ、お前。当たり入ってない。当たり入ってねえ、くじ引きだよ、俺も。確かノンフィクションがなんかでやったと思うよ、その。さらばのさ、うん、YouTube でさ、あの家に、うん、来たら、あの事務所に来たらおごってあげるっていうのあったのよ、うん、それでなんかね、クズのやつはデッドボールをおごってやるみたいなさ、うん、絶
対いらねえよ。なんかリスクが高いやつはいいところ、うん、例えば仕事中に来たとかね、うん、結婚してるとかね、うん、そういうやつにはもう高級ソープとかさ、おごるんだけど、ただ本当にニートのただ風俗をおごってもらいたいやつは、うん、デッドボールに行かせる。それ顔が出る、顔出し出る。女来たからね、女も女用風俗を紹介するなんて。女風俗なんてある、やっぱりこの世に。あるあるある。あるんだよ。女風俗の。そう、俺がさあ、そういう女から聞いたもん、実際。何してくれんの？名古屋の女なんだけどさ、うん、あるってやっぱ名古屋も先進国じゃん。あの風俗。風俗の中ではな。うん。やっぱ行ったんだって。うん。なんつってたら、でも損した気分になったっつったらな、損か。うん。本場はないんだ、やっぱり。ないし、指名もしたし、かっこいい人。うん。でもやっぱり、それだったらマッチングアプリとかで、やった方がいいとか言ってたんだ、男と。その男も大変だよな。まあ、ジョーと呼ぶのか、なんて呼べばいいかわからんけどな。どんな女が来てもな、もう、なめなじゃなんないしな。で、ギンギンに なるわけだろ、ならなきゃいけないわけだ。まあ、どうするのかわかんないよな、女専用風俗ってのは。すんごい舐めるやつが好きな女もいるわけだろ、ここで。あちば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 。金払って舐める女いるのかな、いないとか、いるか。いるんじゃね。そっか、俺らが風俗行って訓入するようなもんなんだ。そうそうそう。俺はしないけどさ。お前するじゃね。しないよ。お前パンティーをもらって帰るっていう。オプション、オプションね。オプションね。伝説の。怖くて無理だろう。怖いだろう。オプションね。パンティーをもらって帰るなんてさ。カバンの中にパンティーがいいんじゃ。落ちたらどうすんだよ。だからもうその時はもう本当にひったくりとかさ、もう何にも落とさないんでカバン抱えるよね。明らかに不審者だよ。怖いなぁ。今持って帰ったんだろ。これ乗せれるのね。